神奈川東部方面線相鉄、JR 直通線相鉄、JR 直通線は、鉄道建設、運輸施設整備支援機構が、整備主体として建設中の神奈川東部方面線の、うち、相鉄方面線、西谷駅から、東海道貨物線横浜ハザ駅付近までの区間に、連絡線を建設する事業の計画名である。この区間は2019年11月30日に、 相鉄新横浜線として開業し、開業後は、相模鉄道の本線、相鉄新横浜線と東日本旅客鉄道の東海道本線、山手線を相互直通運転する運転系統の通称として用いられている。旅客案内場は、相鉄線と埼京線との直通列車として案内される。相模鉄道の都心直通プロジェクトとして、 相鉄線と東京都心を直通する運転系統である。鉄道、運輸機構を整備主体として、西谷駅、羽沢横浜国大駅間に連絡線を整備し、相鉄と JR 東日本が相互直通運転を実施する。相鉄と JR 東日本の境界駅は羽沢横浜国大駅で、同駅は2社による共同使用駅となり、駅施設は、 相鉄が管理する。運行区間は、基本的に、新宿駅、海老名駅間であるが、朝の一部時間帯は、新宿駅から、さらに埼京線大宮駅方面と直通し、最長で、川越線川越駅まで乗り入れる。武蔵小杉駅、羽沢横浜国大駅間は、JR 東日本の料金不要の通勤列車が、定期列車として運行するのは、初の区間となる。なお、 羽沢・横浜国大大崎間の列車種別は、最強線内、相鉄線内の停車駅に関わらず全て各駅停車と表示されており、赤羽以北で通過運転を行う最強線直通列車は、大崎発車時点で、快速、または通勤快速に列車種別を変更する。本直通運転の開始に伴い、初めて東京都区内に、 総鉄の車両が乗り入れるようになった。また、JR 東日本の通勤列車が、東京メトロ以外の首都圏大手私鉄の通勤列車と、他の鉄道会社の路線を介さず直通運転する。事例は、史上初めてとなる。旅客案内上の運転系統名としては、総鉄、JR 直通線を用いるとされたが、開業時点では、新宿駅、海老名駅間の、 全区間で旅客案内が統一されているわけではなく、様々な故障がなされている。一例として、JR 東日本ホームページの駅情報では、新宿駅、羽沢横浜国大駅間の所属路線を、相鉄線直通として扱っている。一方で、武蔵小杉、西大井療駅の新宿方面自動放送では単に、最強線と案内される。 JR 線区間の列車運行情報では、相鉄線直通列車として案内がなされている。また、東急電鉄では、振り替え輸送の対象区間において、相鉄、JR 直通線の JR 東日本管轄区間の路線名を、相鉄線直通として位置づけている。大崎駅、羽沢横浜国大駅間は、最強線の延伸区間とも、 湘南新宿ラインとも位置づけられていない。下りは大崎までは相鉄編直通の最強線と案内されており、大崎南は単に相鉄編直通として案内されている。また、上りは大崎までは最強線直通と案内されており、大崎北は最強線と案内されている。相鉄線区間においては、羽沢横浜国内駅海老名駅間を単に、 相鉄線と案内する例がある一方、相鉄グループのサイトにおいて、はざ横浜国大駅、西谷駅を JR 直通線、西谷駅海老名駅を相鉄本線と区別する例も見られる。はざ横浜国大駅、西谷駅間の正式路線名は、相鉄新横浜線であるが、2020年時点では、同線新横浜駅が未開業であることから、 相鉄新横浜線の路線名称の使用は極力避けられることになっている。このほか相鉄沿線災害時帰宅支援マップでは、ハザー横浜国大駅、西谷駅を相鉄 JR 直通線として記載がなされている。埼京線の新宿駅から渋谷駅、大崎駅を経由し、湘南新宿ラインと同じルートで横須賀線に合流する。その後、 武蔵小杉駅の先で分岐して、武蔵野線へ合流した後、鶴見駅から東海道貨物線に入り、正式名称としては、新宿駅から品川駅までが山手線、品川駅から羽沢横浜国大駅までが東海道本線、羽沢横浜国大駅から西谷駅までが相鉄新横浜線、西谷駅から海老名駅までが本線となる。品川。 東京方面、上野東京ラインへの乗り入れの検討。編集、神奈川東部方面線品川、東京方面、上野東京ラインへの乗り入れを、参照総鉄では2013年12月より、今回の新宿方面への乗り入れとは別に、東海道線品川駅北、上野東京ラインを介した、宇都宮線、高崎線、常磐線方面への乗り入れも検討していたが、 他方面へ向かう運行本数の確保が困難で、あるとの JR 東日本側の理由により、見送られている。JR 東日本では、開業時点では、新宿方面への運行を基本としているものの、利用動向次第で運行を検討することに含みを持たせている。2019年11月30日開業時点での、総鉄、JR 直通線の運行形態を以下に示す。総鉄、 JR 直通線の列車種別で停車駅の区別があるのは相鉄側のみである。JR 東日本側は埼京線新宿駅以北並びに川越線に直通する列車の一部で埼京線内を快速及び通勤快速として運行するものがあるが新宿駅、羽沢横浜国大駅間では各駅に停車し、大崎駅、羽沢横浜国大駅間では 外道列車を含めた全列車が各駅停車として案内される特急相鉄線内で速達運転を行う種別西谷駅海老名駅間では途中二股川駅大和駅のみ停車する各駅停車相鉄線内は各駅に停車する種別新宿駅羽沢横浜国内駅海老名駅間の往復運行が基本となり直通する列車に関しては 途中駅止まりは存在しない。46往復が運行され、このうち朝時間帯の6往復が最強線の新宿駅北に直通する列車となっており、赤羽駅、武蔵浦和駅、大宮駅、川越線差し置木駅、川越駅発着が設定されている。これら最強線新宿駅北、川越線との直通列車はすべて JR 車で運転される。なお、 埼京線内は川越駅発着の列車のみ平日は通勤快速と休日は快速で運転される。本来は新宿駅の2番線で折り返すことになっているが JR 社の運用のなお新宿駅大崎駅間は埼京線と案内されているが列車番号については新宿駅で切り替えられる。異常時の直通運転中指示には相鉄は 羽沢横浜国大駅、西谷駅間の折り返し列車を基本的に運行させ、JR も場合によるが、羽沢横浜国大駅から JR 線方面へ折り返す列車を設定することを想定しているという。平日長時間帯に関しては1時間に4本運行され、上りはすべて特急となり、直通による即達性を確保している。日中は1時間に2本の運行となり、 概ね相鉄線内特急と各駅停車が交互に運行される。夜間は終電を除き、相鉄線内は特急として運行する。平日の日中並びに、土休日は利用客の取り込みのために各駅停車を多く運行する。運行ルートとして、山手貨物線、品、鶴線、東海道貨物線を通る関係上。 貨物列車を運行する JR 貨物との調整が必要となり、長時間帯はパターンダイヤとなっていない。日中については、貨物列車が運行する点以外にも、武蔵小杉駅から新宿、東京方面の本数が過剰となることを考慮して、1時間に2本となった。また、前述の通り、当面の間品川、東京方面に直通しないことから、 武蔵小杉駅で横須賀線成田エクスプレスに乗り換える客が想定されるため、同駅のホームの滞留防止策として、ラッシュ時は新宿方面の列車を連続させないようにダイヤを設定し、また武蔵小杉駅の混雑防止の観点から乗り換えは西大井駅でも可能なことを案内するとされている。この結果、現状のダイヤでは平常運行時であれば、羽沢横浜国大、 海老名方面行きは、西大井駅、武蔵小杉駅で総武快速線、東京方面からの新川崎、横浜、鎌倉方面横須賀線に、大崎、新宿方面行きは、武蔵小杉駅、西大井駅で、横浜、新川崎方面からの品川、東京、千葉方面、横須賀、総武快速線に接続するダイヤとなった。新宿駅発西大井駅、 武蔵小杉駅方面への終電は、従来の湘南新宿ライン終電よりも遅くなり、大崎駅北から横須賀線新川崎駅南への深夜帯の利便性も改善した。直通列車には、相鉄線及び最強線で運用される車両の内以下の2形式のみが充当される。相鉄12000系2019年度までに6、編成が製造され、 2019年4月20日より、相鉄線内で、すでに営業運転を開始している。最大で4編成が、直通列車で運用され、残る2編成は予備、または、相鉄線内での運用となる。相鉄12000系は、乗り入れ開始時点では、通常時には、新宿駅、海老名駅間のみを運行し、埼京線、川越線内には乗り入れない。 当初は1万1000系にエイタックスの取り付けなどの直通対応改造を行う計画であったが、保安装置の改造コスト等の理由から1万1000系の対応工事計画を中止し、JR 東日本への直通は1万2000系のみで行うこととなった。JR 東日本 E233 系7000番大相鉄線への直通に向けて増備を実施したほか、 既存編成には直通対応工事を行った。相鉄線直通には最大で6編成が運用され、長時間帯の新宿以北との直通列車で編成が差し替えられる。平日の朝ラッシュ時間帯に重量編成のうち、最もエビナよりの1両が女性専用車に設定されている。設定列車、区間なお、新宿業の終電は、 新宿期が23時を過ぎるため、埼京線内では、深夜の実施時間帯に入るが、相鉄線からの直通列車に限り、全区間対象外となっている。相鉄 JR 直通列車以外については、埼京線地間の多発及び対策、相鉄本線女性専用車を参照、湘南新宿ライン運賃及び料金の計算も、参照大阪駅西尾家機関は、 大崎支線を経由するが、大崎支線は営業路線ではないため、運賃計算上は品川駅を経由したものとして取り扱う。また、品川駅鶴見駅間は経路特定区間に指定されていることから、運賃計算上では距離が短い大井町駅、川崎駅経由で計算する。これらの扱いにより、大崎駅鶴見駅、羽沢横浜国大駅間の運賃計算は、 品川駅、大井町駅を経由した距離で計算することになる。2019年11月30日以降に旅客営業規則等で定められる、羽沢横浜国大駅発着の JR 乗車券の乗車制度の特例は次のものがある。これは、羽沢横浜国大駅は鶴見駅から分岐する位置にあるが、運行経路の都合で、武蔵小杉駅方面から 横浜市内発議の乗車券に対する特例。編集横浜市内発議の乗車券は、鶴見駅武蔵小杉駅間で途中下車しない限り、同駅間を乗車できる。本特例は、武蔵小杉駅を経営することを事実上、外を経ていないものとみなすものである。なお、同様の特例は、大阪市内にも設定されており、こちらは一筆書きとなるため、 単駅指定での途中下車も可能となるが、本特例は折り返し乗車となるため途中下車可能な乗車券の購入は不可となる。特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例、編集以下の特例が新たに設定され、括弧内に指定された区間の区間外乗車が可能となる。そのため、羽沢横浜国大駅の隣駅であるにもかかわらず、 羽沢横浜国内駅武蔵小杉駅の運賃によりも、相鉄、JR 直通線のルートから外れている。羽沢横浜国内駅鶴見駅、国道駅までの運賃の方が安いというねじれが発生している。出店、相鉄と JR 東日本の横浜駅乗り換えの連絡定期券を所持している旅客が直通線を利用した場合は、西谷駅、 羽沢横浜国内駅鶴見駅間の運賃が必要となる。2020年春までは自動生産機または係員窓口での取り扱いとなるが、それ以降は IC 定期券に限り自動改札機で自動生産される。逆に直通線経由の連絡定期券を所持している旅客が横浜駅を利用した場合は、 西谷駅横浜駅間もしくは横浜駅鶴見駅間の運賃が必要となる。2019年11月30日の開業直後より車内モニターで表示のトラブルが発生し、相鉄がニュースリリースで謝罪する事態が発生した。また、相鉄と JR の境界駅である羽沢横浜国大駅では同駅の自動改札機を通った JR のフリーパスが 他の JR の駅の自動改札機を通らなくなるといった事態も発生した。ありがとうございます。